ちょ、あのね、カメラ回ってんだわ。あのカメラ回っ、僕たちピクミン。はいはいはい、そんなことはともかくね。危なかった。いや絶対ブレだからカメラ。やめてよ。で、ちょっと待ってください。はい、ちょっと侍ジャパン、勝利おめでとうございます。この動画出る時はもう終わってると思うんですけど、明日は決勝ということで頑張ってください。はい、どうした。ユニフォームについてお伺いしたいんですけど。あ、カーネクスト2023 WBC ユニフォーム、あれ素晴らしいっすよ。今着ているユニフォームについてちょっとお伺いしたいんですけど。今永、まあいいピッチャーですね。154でしたっけ。その翔平ズユニについて聞きたいんですよ。あ、これ、そう、早く言ってくださいよ。今の使うとこ一個もねえぞ今までで。あ、ぶぶぶ、お前大勢やんじゃねえよ。はい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 、これはパワハラっす。違うよ。だとしたら使えねえの自分じゃねえか。なんすかなんすか。いやだからユニフォーム、その翔平ズの、おお、これ新しく新ユニですよね。新ユニできました、はい、いいですかこんな発表の仕方で。いやだっていつの間にか着てるんだもん。それは着るでしょ、いいものあったら着る、新しいものあったら着るから。ちょっとさ、デザインとかいろいろ見たいんですけど。見ていいっすよ、着てるでしょ。どんだけ積極的じゃねえんだよ。好きだね。あ、いいね、これいいよね。鴨柄なのかな、一応鴨柄っすね。ディオ製です。はい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 、はい、ディオさんで作ってもらいました。え、多分ディオで一番派手なユニフォームじゃないですか。うん、それどころか全国的に見ても下手したら。信号カラーっすよ、いつもの。例えばやっぱ信号カラーが多いんで、信号カラーでちょっと柄つけてやりました。おお、作ってるところが海外なので、うん、あのちょっとこう文字とかちょっとちっちゃいかもしれないですけど。いやでもこれはこれでデザインなんじゃない。いや、その国のあれらしいんです。あ、なるほど。まあ全然いいですよ。うんうん、ちょっとちっちゃいかなと思いますけど、これも全然 OK。 この字体はなんて字体だ。うん、ちょっと読めなかったっすね。まあでも今までにないようなね。そう、ちょっとおしゃれなっていうか、ちょっとこう今までにないような、はいはいはい、こう顔じゃねえみたいな、うん、そんなユニフォーム消化で、だからあの引っかかりが一切ない。そう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 、着ても薄めだね、すごい。で今回はあの翔平ズメンバーに買ってもらうとかそういうのじゃなくて、うんうん、貸し出し、はいはいはい、完全貸し出しで、あ、まあ、じゃあ対外のように、はいはい、対外試合用みたいな。そうそうそう、で作りました。なので、はいはいはい、枚数が13枚、うん、なんで13人にこうしてやる感じ。ベンチ入りメンバーの。そうですね、だから僕らが3人なんで、あと10人という、うん、あと10人、はいはい、の、対外試合参加メンバーを呼んでやる。なるほどなるほど。右の袖のところに翔平 TV マークが入ってるんですよね。入れてもらいました、いいでしょう。うん、でこっちが何もないんですよ、マーク。何も言わなきゃよかったのに今。はい、こっち何もないです、はいはい、こっちに、はい、入れてもらいました。これもなんかね、白でしました、白。まあこのカラーで一番目立つ、逆に分かってもらえるんだったら白しかないよね。そう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 、他が強すぎるか、おしゃれかなと。で、ヒロト見てもらっていいですか。はいはいはい、ヒロトはユニフォーム着てるんで、なんかすごい自然じゃないですか。おしゃれな気もするけど、遠くからそんなでもない。それダメじゃない。それダメ。はいはいはい、ヒロトはこれ何サイズを着用。 L サイズです。 L サイズ、うんうんうん、L サイズのビッグシルエット。ビッグシルエットです。はい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 、なるほどね。結構ゆったり感もあって、うんうん、結構着やすいです。ちなみにラガーズのユニフォームは何サイズ。 L です。 L か。そうっすね、まあ多分ビッグシルエットだからここの余裕も出るんだろうねって。余裕も確かに出るんです。だからあの最近プロ野球選手とかもベルト全隠しするじゃん。はい、なんか吉田正尚選手ぐらいじゃんベルト出してんの、ね、大谷さんと、はいはい、以外の人たちは全部ベルト出してるから、あ、隠してるから、隠してる。そう、そういった着こなしもできるかなと。だってベルトいらなくねってなっちゃう。ダメだよ。なるほどね。で、翔平ズキャップが赤と、黄色じゃないですか。黄色っす。で、どっちもユニフォームに入ってるから、まあそれもそれで統一感あってね、いい感じですよね。で、めちゃめちゃバランスいいっす、うん、はい、そしてヒロトの背番号が5番。こういう事態ですね、はい、はい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 。なんかね、6に見えなくもないけど、6に見えるかもしれない。まあ5番で、
こんな可愛らしいような文字自体が可愛いっすよ。うん、自体となっています。はい、サンキュー、サンキュー。はいはい、あります。あと、まああとね、ディオさんね、あのまあ正直他のメーカーさんでこのユニフォームを作ろうとするとめちゃめちゃ高いと思う。うん、そこに関してはね、ディオさんめちゃくちゃ良心的なね、お値段というかで。いかがですか？知らねえよ。知らないんで、俺も分かんないよ。まあまあ、でもね、そこは、はい、まあそこはお問い合わせいただいて、うん、あのディオさんのインスタや YouTube 載せてください。はいはいはい。でも、確実に言えることは多分、あの4大メーカーさんとかで作るよりかは確実に安いし、融通が効く。そうっすね、と思いますし、まあもちろんね、ディオさんといったらグローブですしね、使ってるのはディオですよ、もちろんですよね、はい、はい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 。まあもちろんディオグラブだったりとかバットもあるしね。そうっすね、スパイクもあるし。使ってるのはムコーズだけじゃないっすよ。うんうんうん、ショーヘイズもディオ使ってますよ、みんな。でね、今後ディオーズもね、日曜日指導するって言ってましたし。そうっすね、一応背番号18もらったんでディオーズユニで、はい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 。え、じゃあ参加していこうかなと思います。日曜日じゃあラバーズ参加してくんないじゃん。そうっすよ。話悪いね。楽しいです。はい、掛け持ちで。はい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 。まああのショーヘイズは誰でも参加して OK な団体っていうかチームなので、入団料いくらとか払う必要もないし、ただ参加費を払ってもらうだけなんで、誰でも年齢も性別も関係なく学生も関係なく、はい、誰でも参加 OK な、あの参加希望の方は、僕か良平かヒロトのインスタに連絡してもらって、はいはい、ツイッターでも OK です。はい、連絡してもらって、参加してください。一緒にこのユニフォームを着て戦いましょう。はい、はい、そしてね、まあ一応これセットなんですよ。帽子ね、セットなんですよ。これは購入してもらったんですよね。だこれを貸し出すから、帽子はなるべく持ってない人はゲットしてほしいかなと思います。この帽子2500円で販売してますので、多分すごい良心的じゃない、うん、めちゃめちゃ多分倍、普通に買ったら倍するよね。倍するよね。レワードとかで5000とか6000とかだったら、うん、25で購入できるので、もし希望者いれば買ってもらって、ユニフォーム貸し出しでこれ合わせて、みんなで試合できるっていうのがあるので、よかったら探してください。はい、お願いします。そして引き続き紅白戦とかね、うん、の場合はあの蛍光の、うん、蛍光も使って、まあ、蛍光チームと蛍光じゃないチームで来てもいいですし、はい、ユニフォームない方は来てもらっていいんで、参加費の中から、まあ、選択とかそういうのをしようかなと思います。はいはい、はい、じゃあね、早く本当に届いたばっかりだからね、このユニフォーム。そう、本当に届いたばっかりだから、早くこれで試合して。そうっすね、初陣をね。そうっすね、勝利で飾れればいいっすね。そうっすね、頑張りましょう。はいはい、終わります。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、おい一刻どうかよそれでは、あいしゃー。翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに、高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃー、えーえー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。